はい。皆さん、こんにちは。ロンガイです。ということでね、これ動画無言で回しちゃった後なんですけども、まさかのね、出ちゃいました。あの、限定とかじゃないんですけども、ちょっと見てください、これを。<laughs> まさかのメインですよ。自分今まで、サブに借り物して、プラトンでね、水の間回ってたんですけども、メインにめちゃくちゃ欲しくて、まさかの1点狙いで出ましたね。自分工場だったらプラトンが一番欲しかったので、メインやかに。 まあ以前ね、自分の水の間の動画を見てくださった方はね、認知されてると思うんですけども、まあ、プラトンね、もちろん使ってらっしゃる方もね、YouTube のね、コメントの方ですごくいい編成だとか言ってくれたりとすごく嬉しいのでね、今でもね、プラトンどんどんね、水の間の順位上がっていって、今10位にいるんですけども、これからもね、どんどん順位上がっていくと思うのでね、ぜひプラトンゲットされた方はね、ちょっとコメント欄の方にね、また水の間の URL の方を貼っておくのでね、ぜひ、まあ、1回でもいいのでね、 ぜひやってみていただけるとすごく嬉しいです。ていうことでね、以上、まあ、1分ぐらいの短い動画だったんですけども、僕はね、王将くんを捨てて、工場キャラのプラトンを選びましたという動画でした。ということで、終わります。バイバイ。